皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本佳耶です。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回はアイメソッドフォーラムの石渡正義さん、リバースシステム研究所代表の上川路博さんをゲストにお迎えして、産廃環境業界の現状とあるべき姿とはをテーマにお話を伺いたいと思います。それではカンアラ情報局始まります。まずは CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、今回はアイメソッドフォーラムの石渡正義さん、リバースシステム研究所代表の上川路博さんをゲストにお迎えして、産廃環境業界の現状とあるべき姿とはをテーマにお話しいただこうと思います。よろしくお願いします。はい、早速ですが石渡さんから自己紹介をお願いします。はい、はい、アイメソッドフォーラムの石渡です。私は実は現役の公務員でして、千葉県庁に勤めております。千葉県がですね、全国最悪の産業廃棄物不法投棄多発県だった時代に不法投棄を担当いたしまして、その時に私の担当地区が短期間で不法投棄が激減したということで話題になりまして、その後ちょっと図に乗って産廃コネクションという本を出したところ、これがバカ売れしたということになりまして、その後ですね、現役の産廃地面からは外れましたけれども、産業廃棄物の研究家として活動しているということでございます。はい、ありがとうございます。では上川路さんお願いします。はい、リバースシステム研究所の上川路と申します。コンサルタント業を始めて7年ほど経ちます。それ以前は大手ハウスメーカーで20年ほど産廃の担当をやっておりました。全般10年は現場で、電子マニフェストも、その頃はなかったですね、電子マニフェスト、マニフェストや契約書、現地の確認等をやっておりました。あとの10年は本社に移動しまして、本社でおおむね全体のマネジメントをするということをやっておりました。これらを業務をする傍らですね、早稲田大学の環境総合研究センターということで、ところで、まあ、いろいろな廃棄物の物流だとか中間処理業者の評価システムの研究等を行ってきました。2年前にはですね、技術評論者から産廃処理が一番わかるという本を出しまして、現在は排出事業者や産廃業者向けのコンサルタント業を行っております。はい、ありがとうございます。お二人はそれぞれ廃棄物処理業者の評価をされていますが、昔と今と評価について変化してきたなと感じる点はありますか？石渡さんからお願いします。はい、不法投棄が、非常に多かった時代にはですね、とにかく排出事業者責任強化ということで、排出事業者が自ら、現場を廃棄物処理の業者の現場を見に行ったりですね、自ら有料線チェックをしたりということで、さまざまなですねセミナーとかがありまして勉強されていたんですけど、最近は大きな不法投棄問題が起こっていないためにですね、第三者が評価した結果に基づいてそれを信用してしまうということが多くなってきています。まあ、例えば環境省が制度化して自治体が評価している有料性認定制度とか、あるいは廃棄物管理業者やコンサル業者が作った評価などを丸飲みしてしまってですね、結果的に騙されて事件に巻き込まれていることが増えているということで、少し状況は変わっていると思います。はい、ありがとうございます。上川さんはいかがですか？はい、若い経営者がだいぶ増えてきたなという感じを受けてます。前の世代の方々に比べると世の中の動きにとても敏感になっておりまして、
健全な業界を育成して、いきたいという気持ちが非常に強く出ているように思います。小さな努力を積み重ねておられるので、将来性はとても期待をしています。廃棄物を扱う業界なので、どうしても決してきれいな業界とは言えないんですが、歴史的に見るとですね、もともと手を汚す仕事の方がむしろ多いのが仕事じゃなかったかというふうに思います。中ではですね、医療だとか、それから農林漁業、さらに建設、これらはみんな手を汚す仕事ですので、こういった、ただし、社会にとって不可欠な業務であることは間違いない。産廃業界も同じように、社会にとって不可欠な業界であるというのは間違いないと思っております。それからですね、もう一点、指摘しておきたいのは、経済の停滞、それから工場の海外移転、さらに排出事業者によるその廃棄物削減の取り組み等が加わって、産業廃棄物の量というのはだいぶ減ってくる傾向にあります。さらに加えて法規制の強化だとか、社会の風当たりも強くなってきてますので、こんな社会環境の中から業界でも淘汰が始まっているだろうというところにも注目しています。規模を拡大したりですね、処理のレベルを高度化する事業者が現れている反面、旧来型の小規模な事業者は後継者不足もあったりして、事業廃止に追い込まれているケースもあるように思います。そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。岩田先生、はい、大丈夫ですか？起きてますよ。起きてますか？お待たせしました。はい、お二人の話を聞いて先生ご意見は？そうですね、石渡さんは今の評価制度ね、有料産廃業者認定制度がこう安易に信じるなと、これはもともとそういう環境省の方もね、これが果たしてきちっと適正処理する業者だとは言ってないんでね、一定の情報公開が進んでるという前提のもとで、認定をしてるんでね、いわゆる、他人の評価というかね、石田さんから見ると環境省の評価もそうだし、自治体の評価もそうだし、それは信じるなと。それは石田さんの著書ですね、産廃ビジネスの経営学の中でもですね、私非常に感銘を受けたのは、自律的なコンプライアンスが必要だということで、ね、人から言われるよりも自分でやれよと、コンプライアンスが確立せよと。この自律的っていうのはまだ難しいんやけどね、自分で自分を律するっていうのはなかなか人間ってあれじゃないですか、横着じゃないですか、ね、それが できないんですけどね。だからこれはかなりレベルの高い、コンプライアンスということになると思うんですね、はい。それと一つはね、評価という話になると、産廃業界っていうのは実はね、他人からの評価慣れしてないんですよ。仕事自体が夜中にゴミ取りに来てやとかね、ボンクレの人いてないところに取りに来てやとかでね、人から見られないじゃないですか。そういう世界で仕事をしておったので、なかなか評価の対象にならなかった。直接的にはね、サービス業でいう従業員 の立場ではね、ならなかったので、それがやっぱり、評価慣れしてないことが余計にね、その業界のレベルを下げちゃったんじゃないかなという思いはあります。だからあと評価された後ね、マネジメントレビューじゃないですけども、それをさらに経営者がね、評価後のフォローをしてあげるようなことがね、あればいいかなと思っております。で、上川さんはですね、私も同様なんですけど、若い経営者の台頭をね、非常に期待されている反面、後継者問題もね、ちょっと触れてあるんですけども、実は後継者問題ね、いろいろこの日本全体がそうなんですけどね、中小企業の後継者問題あるんですけども、ちょっと話変わるけどね、後継者問題ね、絶対後継者不足、後継者の不在は全国平均で 66.5%、 すごい数だと思いません？そうですね、約400万社ある会社のうちの 66% が後継者いってないんだよね。で、売上高1億円未満、いわゆる、中小零細やね、では 78% ですよ。4人に3人はもう後継者いってないっていう話だからね。で、これね、売上高によって変わってきてね、1000億以上になったらね、24% って減ってくれ、逆転するんやね。4人のうち1社しか、1人しか後継者の問題、不在問題はないというね。これが産廃業でも同じような傾向になってるんで、特に産廃業は、中小零細が多いんでね、もっと深刻だと思います。で、さらにですね、上越さん、この業界の外部環境の変化に伴う課題っていうのを挙げられておりますね。合わせて業界にできれば合わせて内在する課題やね、いわゆる
不法投棄、外部不敬罪の問題ね、はい、外部不敬罪の問題、バッドの、ね、バッドとグッズで言えばバッドの方ね、外部不敬罪の問題をちょっと取り上げられてるんで、その辺も、まあ、労働災害とか労働環境の悪化とか、まあ、技能技術の断絶、ネガティブイメージね、これ特に一番ね我々答えるんですけど、もう考えなければならないというようなことをおっしゃってたんで、どちらもどちらのご意見も非常に我々今痛いところですね、疲れてるかなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。で、まあね、岩田先生もそうですけど、上川寺さん、石畑さんももう第一線で、この参拝業界においては、講師としてもすごく知名度の高い、活動をされてると思うんですけども、ぶっちゃけ有料事業者認定っていうのはどうお考えなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなというふうに思うんですけども、あとは認定制度がうまく活かせる取り組み方法っていうのがあればですね、ちょっとそれも教えていただけたらなと思います。石渡さんからお願いします。国の有料制認定制度っていうのは2005年に始まったんですけれども、うん、まあ、制度設計としては情報公開をしていれば良い会社だということで、その公開している情報の内容までは踏み込まないというロジックになっています。なぜそうなったかというと、まあ、実際に運用するのは各自治体なので、自治体の評価の能力に差があると、分析能力に差があるということで、分析はしなくても良いと、条件を満たした公開内容であれば有料性認定を与えて良いというふうにしたものですから、国も最初のうちはですね、それをもって直ちに有料業者ではありませんよと言っていたんですけれども、まあ、だんだん時間が経つにつれて、認定を受けたら有料業者だというふうになってしまったということで、最近はもう認定を受けていれば有料業者だというふうに排出業者の多くも考えているとなってしまいました。で、はい、実際にこの公開情報というのを分析してみますと、簡単に不法投棄やってるかもしれない業者というのは洗い出せるんですね。一番不法投棄とつながりやすいのは過大な受注、処理能力を超える受注、それも 1.5 倍とかじゃなくて5倍とか10倍とか受けている著しい過大受注、そうなるともう処理能力がないわけですから、未処理で横流しするしかないと、はい、その時にまともな会社に採択したら料金高いですから全然儲からないですから、うん、安い会社に頼むと、そうすると安い会社が不法投棄するっていう流れだったんですね。でこういったことは公開情報分析するとすぐ分かるんですが、それは分析しなくても良いとなっているので、まずは公開情報の分析方法っていうのを自分でも心得てですね、はい、ちょっとした割り算でできるので、計算してみて、それから現場を見に行くと、この会社のデータおかしいぞということをデータで持ってから現場を見に行くと、現場の見方が違ってくるというふうに使っていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。上川さんいかがですか。はい、現在の有料事業者認定制度、これは排出事業者が、業者の良し悪しを判断する材料にするためにはとてもよくできているというふうに思います。ただ認定制度そのものが業者の良し悪しを直接判断したものではないというのは石渡さんのおっしゃる通りです。したがって有料認定をそのまま信じるというのはとても危険な行為ですね。まあ、基本的には有料情報公開開示度が有料であることを示す制度ですから、まあ、逆にこれを悪用してですね、対象の項目だけをとってもきれいに作って開示をするという業者をがいるんですね。で、まあ、全ての項目で行うことは不可能なので、石畑さんのように分析をするとそういう部分が洗い出されると、こういうことになるんですが、そうは言っても書類の作成は可能なので、それによって有料認定を受けた事業者っていうのはやっぱりいくつか知ってます。で、うん、そういった有料性認定を受けている事業者に、見に行くと、書類とその現場の不一致感に、極めて、驚かされるというのが実態だと思います。一方でですね、有料認定に関しては、定められた項目が、はい、適切に表示がなされて開示がなされているので、その今言ったように開示の情報と実態を比較して確認をすることで、かなりその業者の評価をもう的確に行うことができるということになりますので、排出事業者にとってみれば、開示された情報と現場を確認をするというその判断を求められている
いうことにもなって、うまく活かせるかどうかは結局のところ排出事業者の力量によるものだというふうに思いますね。はい、そうですね、ありがとうございます。で、有料認定制度といえば岩田先生いつも言及されてるんでね今業者側から言えばね、はい、例えば有料認定制度を今取ってるのは全業者の約 1% じゃないですか、ね、11万強の事業所があって1100ほどしか取ってない、ね、これは制度自体に問題があるのか評価自体に問題があるのか運用に問題があるのかいろいろ問題あるんだけども、実際認定を受けている処理業者にとってみたらこれは情報開示、自分ところの情報を、あからさまに見せることによってまた、取得者が少ないということによる競争優位性や、ね、を持ち上げるために、取るということになるんでね。で、今お二人が議論されたように出てきた数字だけを、ね、見て比べるじゃなくて、その有料認定の基準をクリアするためのプロセスやね、実際これやってみたら大変なことわかると思いますね。ISO 環境マネジメントシステムも取得もそうやし、財務省の、ね、インターネットによる情報公開もそうだし、非常にレベルの高い、情報公開をしなくちゃいけないんだけども、上辺だけやろうと思ったらできるんですよ。これ書類書いてね、なんとかできちゃうんで。そうじゃなくて今言ったようにそのブラックボックス化した中身についてはできるだけそのプロセスを明らかにしてほしい。それを外からね、なかなかそれを分析するのは私難しいと思う。その出てきた情報だけでね、分析に入っていくのは難しいので、できれば石田さんおっしゃったように、自主的コンプライアンスを持った若い経営者後継者が自分とこのこの出てきた数字のプロセスはこうだったよというようなことを言えるぐらいのねレベルになっていただいたら非常に、この有料認定も信頼性を増すじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。有料事業者認定も一つのツールとして活用していくということですね。で、まあ、他にこんな評価制度があったらいいのになというものがあれば教えていただきたいんですけども、石渡さんどうですか。はい、電子マニフェストがですね、はい、法律改正で特別管理産業廃棄物については義務化されたんですが、はい、特管だけだと 1% にもならないと思うんですよね。ですから全ての電子マニ産業廃棄物が電子マニフェスト義務化されますと全く違う予想になりまして、要するに委託数量、運搬数量、処理数量がリアルタイムに合計が出せるということになるわけなんで、はい、課題受注なんてすぐにもうその日に分かってしまうというなってしまうわけですね、はい、全ての廃棄物についてマニフェスト切られているならね、ところがですね合計が出ないんですよ。あ、合計が出ない。なぜ合計が出ないかというと、まず品目がですね、はい、どんな書き方でもよくて法定20品目でなくて良いんですよ。あ、それから数量もですねトンでなくても良いわけなんです、はい、例えば畳10枚とかでもいいわけですよもう畳10枚だともう他の数字と合計しようがないわけですよ。そうですね、何なのかわからないですからなので、電子マニフェストせっかく義務化するんだったらば品目の書き方と数量の書き方を統一しなきゃいけないと、はい、であるですね電子マニフェストの業者に聞いたらですね、品目の記述がですねその会社だけで数十万通りあったと20通りどころじゃないんですこの数十万通りを20通りに翻訳しなければいけないと。そうしなければ合計が出ないということで、その会社は今その翻訳ソフトを作ってるそうですすごいですね。20万語を25語に翻訳するソフトです。数量も同じなんで、何本とかです、ね、何枚とかやれてもですね、はい、合計できないんですよ ね、 そうですね。だからそういったことを工夫しないと、はい、せっかく電子マニフェストを義務化しても何の意味もないと、うん、なってしまうかなと思います。はい、上川さんいかがですか。私先ほども言いましたように早稲田大学で、はい、研究会を主催をしておりまして、はい、この研究会の中には、まあ、セメント会社の方々であったり、うん、IT 事業者であったり、霊眼者であったりハードボートメーカーであったりいろんな方が参加いただいているんですが、まあ、この研究会で廃棄物物流の改善や、まあ、再資源化の方向性の検討、それから中間処理業者の位置づけ、等を検討してきまして、まあ、その中で去年まとめたものがですね、はい、こういうちょっと見えないと思いますけれども、はい、見えませんね、中間処理業者評価マニュアルというのがあります。はいはい、このマニュアルは基本的にその情報開示制度の、まあ、開示項目もベースにしているんですが、それにまあ我々独自の視点を加えて、評価をして、さらにそれをその7段階に格付けをしていくということを
実現する内容にしています。で、これをですね、できれば各事業者を格付けした上で、その事業者の弱み強みが出てきますから、その弱みも見てもらって、事業者が自ら改善に、取り組んでもらえるような仕組みができたらいいなというふうには考えていまして、はい、これを将来的にはですねベースにして、はい、業者評価システム、うん、今行政でも業者評価システムやってますけれども、はい、業者さんたちでもやってますけど、あまり、はい、客観的じゃなかったりすることもあるので、はい、ちょっとねお時間が足りなくなってきたので、ごめんなさい、はいはい、そんな形でやりたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、岩田先生、そしたら3秒でサクッと3秒ですね。いやだから、ね、評価というかね、その、はい、自分で自分をやっぱ評価するプロセスが非常に大事だと思います、うん、ISO でいうところ の内部監査とかね、第三者監査、そのあたりのことを入れて、それを許可の時にね、更新許可とか許可申請の時にね、それを出させて説明させるぐらいのね、仕組みを作らないとなかなか良くならないと思ってます。それとあと、SDGs ね、流行りですね今ね、そうですね、これの取り組みなんかもちょっと評価に入れて、はい、説明させたらどうかなと思っております。はい、はいはい、で今日はきっと排出事業者さんとか、産廃業者さんも先進的な取り組みとかね、自社の評価を考えている方たちにはとても役立つ情報がお話だったと思うんですけども、石渡さんも上川地さんも環境新聞でコラムの連載をされてますので、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。それでは今日はとても貴重なお話ありがとうございました。次は先生教えてのコーナーです。その前に CM です。ありがとうございました。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになる、シャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、先生教えてのコーナーです。先生、先ほどの本編でも優良事業者認定の話が出てきましたけど、はい、なかなか進みませんね。そうですね、はい、今回の法律改正でも、前三連も環境審議会も、優良認定をもっとなんか活用できるようにねしてって要望を出したんやけど、はい、ちょっと環境省の反応がなくて進まないとかね、はい、で平成29年の今年のね、3月末の現在で優良認定業者の数は1107社、はい、で件数で言えば8287件あるんだけど、これ複数で取るからね、またがって県、あ、大阪府と兵庫県とか取るから、はいはい、で業者数で言えばやっぱり1107社しかないよ、はい、でところが産廃業者の数で言えば11万3157社あるから、はい、1% にも満たないね、これ、うん、有料認定を取ってるのがね、でなんでかっていう話なんやけども、はい、結論から言えばやっぱりその取る苦労に比べて、はい、そのご褒美というかな、それが少ない、メリットがないということになるんやけどね、でその有料認定を受けるため その苦労やね、苦労する部分の、はい、ことをちょっとだけ話しようと思うんやけども、はい、一つ目が、過去5年間において、うん、特定不利益処分やね、はい、要するに許可の取り消し、許可の営業停止とかね、そういうことを受けてないということやね、はい、で不利益な処分だから行政がすることでね、で、そういうことを受けてない、これはもうこれは当然やと思うわ、有料認定そうですね、法律の違反してたらねあかんから、これはいいと、はい、いいとして、で2つ目がですね、産廃の処理状況とか施設の維持管理などをインターネットにより一定期間、一定の頻度で公表していることをいうことやから、これちょっと大変やね。そうですね、1年に1回これね、更新しないといけない、最低でも1年に1回ね、最低でも、うん、ね、例えば途中で役員変わったよとか、はいはいはい、はい、運搬車両入れ替えたよとかあるじゃない、うん、それでも変えなあかんね、全部、うん、ね、いわゆる情報公開すること、自分ところのこの中身を全部見せることがなんかいいことのような、見方をされてまうよね。だけど情報公開とその業者がきちんとするかしないかとは別の問題やからね。まあそうです ね先ほどの、ね、話でもあったように、はい、情報公開したからといって必ずしもその業者が、要するに書類だけやから、うんうんうん、ね、書類だけちゃんと整わせればいいというのであれば取れんこともないからね、そういう話だね。そうですね、
で、3つ目が ISO14001 とか、うん、エコアクション21といわれる環境マネジメントシステムを取得していることやから、はい、これ結構ハードル高いね。そうですね、これがなかなか大変ですね、うん、これがなかなかね、中小企業にとってはもうこれかなり重たい、はい、特に2015年版になってからはもうあの経営とリンクしなくちゃならないということやから、トップね、トップの社長にインタビューするんよ、はい、前半審査の1時間ぐらい、はい、どうですか最近の景気どうですかちゃうよ、はいね、導入した ISO14001 と導入して、経営とどういういいことがありましたか、はいね、どういう相乗効果がありましたか、はい、とかね、これからどうしたそれを活用してどうしたらいいですかとか、そういうこと聞かなあかんねん、それを社長に喋らさなあかんねんか。そうですね、どうリンクさせていくかとかね、そうどうしますか、ねはい、トップのその考えでこのシステムをやってますよということを言わさなあかんから、これちょっとハードル高い ね、 そ, うですね。それと環境環境責任者官責に抜擢された人はこれにね暴殺されるあの暴殺され結構ね、こればっかりしとかないそうなっちゃうね。本当はうまく回せばそんなことないんやけども、やっぱりね慣れないうちはやっちゃうね、一生懸命やっちゃうことになるんで、ねはい、それも大変ね、うん、で4つ目が電子マネストシステムやね、に加入しておって電子マネストが利用できること、これも簡単や別に ね、 あのそうですね、今使ってなあかんことじゃなくてそのシステムに加入していることが重要なんで、いつでもできる準備はできているということが条件だから、はい、これもいけると思うけども、はい、それと3つ目あ5つ目やね、はい、すみません5つ目もまたこれまた中小企業の社長にとってはハードル高い、うん、直近3事業年度のうちいずれかの事業年度において自己資本比率が 10% 以上、うん、ということは自分とこの商売で使うお金の 10% 以上は自分のお金、それね 10% 残りの 90% は他人から借りて利息払わなくちゃならないお金、それはダメだよということを言ってるんで、これ大変やね、まあ、法人税の滞納なんかこれはもう、まあ、当たり前のことやから、税金を納めないということはこれ法律違反やからね、そういうクリアしなくちゃいけないのにご褒美が少なすぎる、少ないね、5年の許可期限を7年にしますよやね、まあ、あと書類がちょっと減るよいうこともあるんやけどね、だけどそれはあんまりメリットじゃないと思う ね、 そうですね、だけど競争優勢を保つんであればこれに取り組むことは大事です。はい、かな。というわけで、はい、はい、いつもできますね。はい、今日も明日も一日ご安全に。ご安全に。はい、また来週。元気ないな。